こんにちは。第一種電気主任技術者の平です。今回は電気塩酸種の合格率が低い理由を5つ紹介します。はじめに電気塩酸種の合格率が低い理由を説明する前に、最近の電気塩酸種の合格率の値と傾向について簡単に説明をします。まず、平成24年度から令和5年度下期試験の電気塩酸種合格率のグラフがこちらで、平成24年度から令和4年度上期までが 5% から 10%、 令和4年度下期から令和5年度下期では15から 20% となっています。なお、最近合格率が高くなったのは過去問率が高くなったためで、これは第3種電気主任技術者の人材不足が原因です。ここで他の資格の合格率として、第2種電気工事士及び第1種電気工事士の学科試験の合格率は約 60% 程度で、この試験と比較するとかなり低いことがわかります。また、電気塩酸種の合格率に近い他の技術系の試験として、1級建築士試験や技術士第2次試験などがあり、どちらも難関資格であるため、電気塩酸種の合格率がいかに低いかわかるかと思います。では、なぜ電気塩酸種の合格率がこれほど低いかの理由について考えられることを次のスライドから説明をします。最初に1つ目の合格率が低い理由は、一発合格を狙っている人が少ないためです。これは電気塩酸種の理論、電力、機械、法規の4科目には科目合格制度があるため、1回ではなく複数回の受験で合格を狙う人が多いです。ちなみに、試験回数が年1回だった令和3年度以前までは、翌々年度まで有効でしたが、令和4年度以降の科目合格は、試験回数が年2回になったことを受けて、1回目の合格したものが6回目まで有効となりました。ここで科目合格を利用した合格までの手順の一例としては、1年目に理論科目を合格、2年目に電力科目を合格、3年目に機械科目を合格し、その後4回5回を不合格として、6回目に法規を合格する方法があります。そして、科目合格は合格率に反映されないため、合格率が低くなる傾向になります。次に、2つ目の合格率が低い理由は、受験資格がないことです。まず、電気塩酸種の受験者数のグラフがこちらで、受験者数は減少傾向ですが、約5万から3万人います。ですが、電気塩酸種には受験資格が全くないので、この受験者数の中には、試験日までに勉強が間に合わず、記念受験のみする方や、ただ腕試しをする方などがいるため、受験者数の割に合格者数が少なくなり、合格率が下がります。では、次のスライドに移ります。次に、3つ目の合格率が低い理由は、試験範囲が広いことです。まず、試験の出題範囲について、試験センターが公表している令和6年度第3種電気主任技術者試験にかかる問題作成方針をもとに説明をします。最初に、理論科目は電解や磁界などを扱う電気磁気理論、オームの法則などを扱う電気回路理論、半導体などを扱う固体電子理論、電子と運動などを扱う真空電子理論、トランジスタの増幅回路などを扱う電子回路理論、電圧計、電流計の誤差などを扱う電気電子計測が出題範囲となります。次に、電力科目は発変電、蓄電、送配電の各電気工作物の設計、建設、運転に関する技術の基礎的理解に関する出題を行うとともに、電気エネルギー供給面における安全確保と災害、事故対応、環境の保全、再生可能エネルギー等の新技術への対応についても出題を行い、また、電気材料及び高電圧工学についても出題範囲としています。なお、高電圧工学とは、雷や開閉荷電圧などの
サージ電圧について扱う分野です。次に機械科目は資料の下線より電気機器をはじめとしたパワーエレクトニクス、電動機応用、照明、電熱、電気化学、電気加工、自動制御、メカトロニクス並びに情報伝送及び処理等について近年の技術の進歩を考慮しつつ出題し、また燃料電池などのクリーンエネルギーや太陽電池などの再生可能エネルギーとその有効利用のためのバッテリーを含むエネルギーマネジメントなどの基礎的知識についても出題範囲としています。最後に法規科目は電気関係法令の電気事業法、電気工事士法、電気工事業法、電気用品安全法、各種技術基準の電気設備技術基準、発電用風力設備技術基準、発電用太陽電池設備技術基準等及び技術的知識も踏まえた電気施設全体の運営について出題されます。このように一つの科目だけでも幅広く出題されているため、合格まで能力を鍛えるには全く知識がない場合相当な時間がかかり、科目合格に頼ってしまいがちになってしまうため合格率が低くなると考えられます。ちなみに電力機械法規科目の問題の中には理論の知識が必要なものもありますが、このことを理解しないまま連携算子を勉強してしまい点数がなかなか伸びないという状態になり合格できない状況に陥るので、理論の公式を暗記だけして解く人はご注意ください。では次のスライドに移ります。次に4つ目の合格率が低い理由は、勉強を試験直前までやらない人が多いためです。はじめに私のチャンネルの2023年1月から8月の動画再生数のグラフはこちらで、当時の動画内容としては電気技師の動画を主に投稿していました。このグラフにおいて最も再生数が多い日が電気技師の試験日で、他の日と比較して約2倍以上あり、電気技師であっても試験前日から勉強をする方がいます。また再生数が増加してきたのが8月10日からで、お盆に入ろうとしてから徐々に勉強に着手する方が増える傾向にあります。このように試験1ヶ月前になっても勉強をやらない人が多いのが現状のため、合格率は低い状態が続いています。ちなみに試験1ヶ月より前に勉強している人は、すでに数ヶ月勉強して継続できている人が多いと思われ、そのような人は合格できる可能性が非常に高いです。では次のスライドに移ります。最後に5つ目の合格率が低い理由は、数値計算が多いことです。まず電気算子の計算問題では、こちらの電気回路の問題のように選択肢が数値である問題が多く、また数値計算の量も右の計算過程のように比較的多いです。このことにより計算に時間がかかり、また問題によってはルートを含む問題などがあるため電卓が必須で、さらに解く時間が長くなります。また多くの数値計算を行うため当然計算ミスが生じ、間違えることにより点数が低くなります。特に電気算子の場合、理論科目をはじめとする計算問題は数値計算が多いため、時間がかかって他の問題が解けなくなったり計算ミスで間違ったりする傾向が高くなることから、合格率が低くなる原因であると考えられます。ちなみに電気因子、電気二種の計算問題のうち、一次試験は文字式を多く使いますが、二次試験は数値計算が多いため、電気2種以上を目指す方は、電気3種のうちに電卓の使い方と数値計算に慣れておいた方がいいです。以上、電気3種の合格率が低い理由を5つ紹介しました。このチャンネルでは、電気の過去問の解説、公式の導出などを発信しています。よかったらチャンネル登録、高評価、SNS、公式 LINE を登録していただけると幸いです。またメンバーシップも行っているので、
興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。